チートスキルで魔力を奪い返せ。魔力運用ファンタジー。貸した魔力はリボ払いで強制徴収。用済みとパーティー追放された俺は可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。第3話。先ほどからお伝えしています通り、現在レント様はこの町を拠点登録されてます。なわけあるか。こちとら何日も町の中探したが見つからねえんだよ。それはご苦労様でございます。てめえ、さっきから舐めてんだろ。ガイ、その辺にしときなさい。やっぱり昨日と比べて借りた魔力が減ってる。くそ、あの野郎が俺たちの魔力を奪ってやがったか。今まで全然気づかなかったわ。借りた魔力の数値なんて無視してたから。でもおかしい。あ？私たち3人の腕輪と自然回復の魔力合計、それと比べたら借り入れ魔力の減りが少なすぎるの。どういうことだ。そんなの知らないわよ。っていうか、いつまで薬頼りなんですか。これ苦いのに高級だし最悪です。今は耐えるしかないわ。一人 4,5 本飲んで補給すればその日はそれ以上魔力が減ることはないから。もう嫌です。誰か代わりに飲んでください。またダダこねる気か。代わり？ねえおじい様、私たちのこと覚えてる？お主ら断空の剣じゃったか。覚えててくれたんだ、嬉しい。ねえ、私たち今すごく困ってるの。え？おじいちゃんのこと欲しくなりました。わしも？この呪いの正体が一定量の魔力を断空の剣から奪うものならば、魔力の高いやつを断空の剣に加入させてパーティーの魔力総量を増やせばいいのよ。そうか、その分俺たちの負担が減るってわけか。ミサ冴えてます。このジジイ MP4200 ですって。こっちの総量もかなり高いぞ。ねえ。おじいさん、お待たせ。おお、待ってだぞい。お、誰だその女。いや、逆難されて困ってたとこだったぞい。あんたもうフリーじゃないの。そうじゃ。ていうかお主ら、おかしな呪いにかかっとるそうじゃな。ギルド中で噂になっとるぞい。悪いが、そんな奴ら介護するつもりないぞい。なんですってこのジジイ。ちょっと見さってば。チッ、見ろよあれ。断空の剣、勧誘断られてやんの。いい気味だわ。あいつらっていつも私らのこと見下してたもんな。そりゃ誰かに恨まれて変な呪いかけられるだろうよ。だな。ああ、少し前までは断空の剣に憧れてたけど、もう落ち目かもね。誰が落ち目だって。いか、なめんじゃないわよクソジジイ。誰が落ち目だって。二人ともやめてください。断空の剣様、先日お問い合わせいただきましたレント様の拠点についてご報告がございます。報告？居場所が分かったのか。先ほどレント様の拠点がこの町からメルバに変更されました。メルバ？あの大迷宮の町ですか？いつの間にそんな遠い町。どこだろうが構わねえ。探し出してぶち殺してやる。
ありました！第三層への入り口！ここからモンスターも手強くなるから気を引き締めないと。第三層、亡者の洞窟、推奨冒険者ランク D。 この閉塞か、薄暗い通路、そしてこのジメジメした空気、いよいよダンジョンって感じがしますね。 MP、 わかるよ、僕も胸のワクワクが止まらないよ。マスター様、クイックスタブ！びっくりした。ここに現れるモンスターたちって音を頼りに襲ってくるんだった。それでしたら、ほら、こうして心で会話しましょうか。な、頭の中から声が。チャンネル合わせたのでマスター様もできるはずですよ。もしもし、 MP？ もしもし、聞こえますよ。ってこんな便利なもの、馬車乗ってる時に教えてほしかったよ。そうでしたね。このエリアも思ったよりちょろいですね。けど洞窟はかなり入り組んでる。死角から襲われないように注意しないと。気配察知、すぐ近くで冒険者がモンスターと戦闘中みたいだ。 あれ、このモンスターはまさか、うん、まずい。マスター様、急にどうしたんですか。イレギュラーが出たんだ。イレギュラー？その階層にそぐわない強敵のことだよ。稀に低階層に新階層の魔物が紛れるんだ。この先の部屋で冒険者がイレギュラーに襲われてる。まさか加勢する気ですか。ごめん、やっぱり僕お人よしなのかも。いいじゃないですか、なんだか私も儲けの匂いを感じますよ。な、あ、いだ、危ねえな。これすみません。因縁つけてる場合か、バカ。あんた命欲しけりゃこの先行かない方がいいわ。ねえ、本当に良かったの？全滅するよりマシだろうが。あいつも最後に役立てて本望だろうよ。今のが襲われてた冒険者ですか？いや、察知したのは4人の冒険者だった。まだ1人残ってる。逃げ遅れたんでしょうか。それとも行こう、 MP。行き止まりですよ。いや、よく見て、この壁だけ周りの壁と材質が違う。魔法で生成したんだよ。暖かい、きっと作りたてなんだ。さっきの奴らの仕業だ。 MP、 少し離れて。ファイヤーボール！あれはクワッドスケルトン。マスター様、あそこに。まだ戦える。かかってきなさい。魔力を返せなければ待つのは破滅。魔力徴収&運用ファンタジー。貸した魔力はリボ払いで強制徴収。用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。コミックス発売中。チャンネル登録とコメントお待ちしてます。